佐藤リッチマンと申します。イラストレーターです。ミュージシャンを目指してバンド活動をしていたんですけども、その時に時間がなかなかこう拘束される仕事ができないので、それでイラストレーションの仕事をバンドの仲間からもらって初めて絵を描きました。それで絵を描くというのを仕事の一つにしました。そうですね、自分です。例えば作曲をすること、ギターを弾くこと、例えば絵を描くこと、なんか自分自身の中にあるものをこうまとめる作業みたいな、いろんな判断がコンフュージョンしているものが最後に一つの形になって自分を納得させられるかどうかっていう、まあ、そういうものをずっと追求してるんじゃないかな、まあ、いつまでもその結果っていうのはなかなか出ないんですけどね。一生かかってでも何か自分らしいものを作りたいなというふうに考えてます。自分に素直になって、作品を作っていきたいということと、今、まあ、いろんなものをですね、自分の中に入れる時期なんじゃないかなっていうふうに考えています。世界中のいろんなものを見てみるっていうことを積極的にしたいなっていうふうに考えてまして、そういうインプットがあるかないかっていうことで絵の中には違いが出てくるんじゃないかなっていうのも考えて、絵を描くまでに役作りみたいなものなんですけども、時間がとてもかかるようになったり、締め切りがあるっていうことでものすごく絵が描きやすくなったり、スランプがたくさんあって悩んで苦しんで描いた絵は大好きです。僕自身がインターネットを通じて世界に発表できる今チャンスがたくさんあると思うんですけども、まあ、そういうところでいろんな人とつながることができて作品を皆さんに買っていただくっていうことでも、少なくともイラストレーターとしても成り立っていくんじゃないのかな。当然コマーシャルアートだったり、マガジンに、イラストレーションを提供するっていうこともずっとやってるんですけども、そこだけじゃない新しい時代が到来してるんじゃないのかなっていうふうに今考えてます。Get well.